私、天美学園2年生の天谷春子です。幼馴染の大山健が新1年生として入学してきたのですが。なるほど。ならばわしがそのまま天の国へ送り届けてやろう。ごめんなさい。見てません。白いパンツなんて見てませんから。お主。俺、体育館に行かなきゃ。失礼します。見つけたぞ、我が旧敵。俺を？タケル様の許嫁として。俺は今ここにユートピアを見つけたり。やばい。ボールがすごいです。あんなに高く。嘘。美しい。真面目に見学しなさい。いや、真面目に言ったんだけど。タケル様にお似合いですね。そうかな。バカ。バレーボール。嫌な予感が。やっぱり来た。どうしたの、その顔。気をつけてね。ここは女子のレベルも高いけど、先生も。彼の許嫁だというクシア稲穂ちゃんや同級生の姫神小玉さんがなぜかタケルと同室になってしまいました。一つ屋根の下で見知らぬ男女が暮らすなんて不純です。だから私も一緒に同居することにしたんです。ふわふわる、ふわふわり、あなたが笑っている、それだけで笑顔になる。